私たちの角が学生のキュンキュンみたいな恋愛系で高校生らしい若々しさっていうのを感じてもらいたいです。いっそ下か一人に行かないで寄り道で僕ら寄り道色とりどりに輝くガラスのビーチが美しい大村湾にほど近い長崎県中央部諫早市の長崎日大高校からは恋にときめく乙女3人組が参戦。川口つぼみ、つぼすって呼ばれてます。磯里央奈です。磯丹って呼ばれてます。小松すずねです。ずねって呼ばれています。チーム名のカイコって名前の由来は私たちそれぞれの名字の頭文字を取ってるんですよ。私は人物を描くのが好きなんですけどアイデア力とか色使いとかがまだ自分には足りてないなって思ってちょうど仲良かった2人がその2つの力を持っていたので声をかけてみました。姫さんは描写力が高いのでそういうところが欲しいなと思って構図がもう予想を上回る構図とかそこがもう欲しいなデザイン力も描写力もどっちも持ってるなって思ってるので驚かされて私が最初に背景を塗って大まかな形取りみたいなのをこうパッて描いてつぼすがキャラクターとか線画を描いたりとか色にしてひとたんがタイムキーパーさん過去の大会で出てたお題を上げてそれを箱も対策みたいな感じでなんかいろいろ案上げてるみたいなブレインストーミング枝分かれして関連する言葉を上げていくみたいな明日までにこれ全部出してくるみたいな3人いるので3人分の案が集まったらもう1人のチームとかよりは多分有利な方だと思うので案では負けたくないです。もしアメリカに行ったら私たちあの学校でライブペインティングっていうみんなでこう大きい立方体みたいな指示体に絵の具をベシャベシャベシャって描いて描き終わる最後まで何を描いているのかわからないようにしながら描いたんですよ。アメリカでもそういうのができたら楽しそうだなって思います。リミッツで配り用の名刺を作りました。個性を大事にしていますそのまま名刺入れに入んないんだよちょっとサイズがリミッツで会った方々に片っ端から配っていきます。どうぞいい結構私たちの格が学生のキュンキュンみたいな恋愛系で行こうって話して審査員の方にこの世代ならではの絵だよねみたいなこと言われてあよかったみたいな嬉しい方です。恋をテーマにハートを打ち抜く長崎日大高校カイコ入賞目指して頑張れ。リミッツ高校生大会2024決勝大会は8月3日 YouTube にて生配信。